演舞開演。どうも、本日はこちら小林製菓さんの小粒そら豆黒胡椒味を食べたいと思います。先日の辛島にも小林製菓さんというメーカーさんの雑誌でした。こんな感じです。さすがに黒胡椒と似ても中身は黒かったりはしないんですね。中身はこんな感じですね。前回の辛島よりも表面にところどころ黒い粒が見えます。ではいただきます。確かにあの子に比べれば優しいですね、あなた。単純に好みの問題なのでしょうが、黒胡椒はバリッとピリッとくる感じで、まあ、先日のマスターのほど強烈ではないですが、それでも刺激はしっかり感じることができて自分好みの味でした。黒胡椒なのでちょっとしたおつまみにもいいかもしれません。まあ辛子麺もそういうつもりなのかもしれませんが、お肉とかに振りかけても美味しそうな黒胡椒でした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。